あ、でもユニークだ。はい、どうも皆さん、こんにちは。エルダチャンネルへようこそ。ということで、今回はマイクラダンジョンやっていきたいと思います。マインクラフトダンジョンだね。ですね、スイッチ版で今期間限定でトライアルができてるんですよ。なので、やってみようかなと、思います。まあ、そうだね、トライアル期間が5日とかぐらいなんで、まあ、クリアできるかちょっとわかんないけどね、やっていこうかな。できる限りやっていこうかなと思います。はい、まあ、あとするのか。ちょっと気になるけどね。やっていきましょう。難易度ねー。もう普通にやっていこうかな、今回はね。そんな縛らず、楽しんでやりたい。まあまあまあ、やっちゃいましょう。邪悪な村人の王は、自由に生きている人々は全て帝国の敵だと考えている。捕らえた村人を遠くの地で働かせるため、キャラバンがこの森のどこかで村人を運んでいる。キャラバンを見つけ、邪悪な村人たちを止めるのだ。さもなくば村人たちにどんなむごい仕打ちが降りかかるかわからない。さあやっていきますか。村人がやられるかこっちが先かやね。ねえ、まあ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 、とりあえずね、ガンガン弓使っていこうかな。チュートリアルはしたのよ。あ、ボタン間違えた。で、結構やってて思ったのは、弓が優秀なんだね。弓当て方むずいんだよな。お、力のポーション。なんかあんのかな？ここは。マップ。動速度ね、やっぱ遅いよね。あ、降りれるのか。この角度が見えないのも何とも言えないけどさ。だよね、うん、画面変えれないもんね。あ、やべ、飲んじゃった、まあ、時間経過で回復するような感じなんで、チャ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 ってやっていきますか。あー、雑魚よ。おー、なんか被ってる。鉄の兜。どうだい？さすがにドロップはしないのか。てか、ダガーみたいなの持ってるね。いいねー。あ、意外と数多い。やっぱ矢が強いねー。ちょっと待ってね。ちなみによ。ヒールつけたんだけど、ヒューズ。また。どんどん来るじゃん。これさ、4発目ごと、ああ、そういうことね。常にじゃないんだ。ああ、何発とか、制限があるわけね。ああ、動いた。あ、いいね。おぉ。あ、弓ガンガン使っていこうか。うん、読んだね。ああ、いいね。これそのうち矢が足りないとかなってくるんだろうね。落とさないんだね。意外とドロップは。あ、なんか落ちた。瞬速。あ、水か。あー、なんか危ない。なんか嫌な感じがする。痛い。意外と回避忘れるね。はい、力ポーション。はい。余裕。全然余裕。ああ、助けた。めっちゃ頭刺さってんだよね。めっちゃ刺さったよね。
この辺りなんかマイクラらしい感じがしていいね。そう、回避なりしないとね。左から行こっか。これさ、敵武器ドロップとかするのかな。でもレア率高そうだから、こういうのはまだまだなさそうだね。あ、いいね、今のはいいね。草回復、うんうん、おー、あー、行かないとダメなの、こういう感じか。とりあえず装備、防具ね。なんかわかんないけど後で見る効果は。見た目ちゃんと変わるんだね、いいね。おー、エメラルド。扉が開いた。なんだろう、あのゼルダ感。嫌いじゃないけど。ダンジョンかな、新しい。入ってみよう。おお。ん？あ、やべ、なんか。しかもなんかちょっと強いし、え、 TNT 出んの？持つと投げる。あー、そういうやつね。イエー、武器出た。おいおい、いいね。7。ああ、もうこれはちゃんとね、チェーン。おー、いいね。ちょっと遅いか。あ、でも回転いいね。あ、これいいわ。これこっちあって、なんか違う気がするんだよな。大丈夫かな。降りる、降りるってこう落ちる感じか。いいね。これ、おー、隠しっぽいね。隠し扉だったね。じゃあ下の方行こうか。ふい、いや、回収。あ、弓矢マジで助かるわ。あれ、これもしかして弓矢強化したら楽になる？そんなことある？でもちょっと期待はするな。ういお宝、あ、いいね。あー、剣は下がるのか、残念だね。下がったねー。んじゃ、右側の扉から出よっか。意外とね、落ちるんだったらって思うよね。レベルのためにも
しっかりと倒しておく。いいね。よし。ほうほうほう。狼アーマー。しかも2つ。また、HP に、回復ポーション効果が近くの中に伝わる武器ダメージ20。ああ。タバコと20本の矢が増加、遠距離武器ダメージが。ああ、でも解放してないからな。魂の袋。やけど。クールダウン。ビーストサージ。ほう。ヘルスエナジー。あー、これいいねー。あー。でも、ちょっと防御上げとこっか。あ、TNT 持ってるからね。これで。お掃除しよう。いいね、2つ持てるのいいね。ほらよ。よし。なんかあるのかなと思ったけど、特にはって感じだね。にしても結構重いのか分かんないけど、カクツキすごいね。狼っぽい声はするけど、特にはって感じだね。じゃあ洞窟入ろう。力か。やっぱ重いんだね。やばい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 。そっかー。あ、で、あれなんだ、ライフがあるんだ一応。あー、すまん、舐めてかかったがために。あ、でもユニークだ。これ外すことできないのかな。まあ、行こう。怖えなあ、こうなるとね。やっぱ強かったね。リーパーはね。お、商人作った。これで OK。あ、じゃあ、どっちみち生きといて正解だったね。商人助けましたよぐらいか。これ回避クールタイムが入るの結構つらいね。さあ右上の方進んでいこう。痛い痛い。はいはいはい。回避めっちゃ慎重になるな。特に何もなし。リーパー強えわ。はいはい。おお、降りれる感じになってるけど、落ちちゃったね。
普通に落ちちゃったね。はい。危ない危ない。ああ、そっち進むのか。いや、やべえなこの数。はいはい、やばい。牛さん、なんかないの食べ物。特になし。こっちもなしだね。いやー、早速いろいろ装備出たのは嬉しいね。ちなみにこれ何回使っても OK なのかな。いや、弓っていうかポーションはね、回復ペースが遅くなりそうな感じはするけどね。おわ、ベリーあるじゃん。ベリーあるけど取れないんだね。しっかりしてんね。特にアイテムはなし。なんかもうボスっぽい感じのところ来たね。もう誰かいませんか。いや、普通に家の中入れるだけか。よし、ありがてえ。どんどん取っていくけんね、物資ね。どんちのだろうが。ただ、箱がちょっと、多いんじゃないかなっていう印象だね。あ、222本あるなら別に、ガンガン撃っていいね。さあ、力のポーション。いいぞ。ダメージないからね。ああ、回避はできない。なるほど。これはボスによってはきついね、雲が出るとね。ほうほうほう。てか、エメラルドこんなに手に入るってことは、結構簡単っていうか軽いアイテムっぽいね。もうお金だろうね。この使用量がどんくらいかだよな。モブをスタンさせる。結構ね、ユニーク良かったんだけどね。おお、豚宝箱。ちょっ、ああ、普通の斧か。あんなのいるんだ、面白いね。村人を解放する。ほいほい。ってなるのはありがたいね。よしよしよし、いい感じ。消えた。最初からやって逃げてれば。それは言っちゃいかんのかな。はいはい、ちょろいね。エメラルドが出た。他に村人は、
自動回収がめちゃくちゃありがてえ。てかなんか開いた音したね。気のせいか。多分あの黄色いところだろうね、助けるところはね。はい、経験値は手に入るけど、まあまあまあそんなまだね、最初だしね。おいおいおい、そんなもんか。一撃だもんね。あー、これはまだ爽快感があっていいね。いきなり出てくるとびっくりする。この奥、あーあったあったあった。ちなみに、あー壊れないんだ。うん、これでいいんじゃないかな。出口を探す。重いね、重いね、スイッチはね。えい、お、まだだった。あれ、今のはボスでもなんでもない。イベント戦的な感じかな。うん。気味でサクサクやね。これいいねー。ユーズいいなー。まあこんなもんで洞窟入ってみようか。また誰かいるかもしれないしね。いやー無理これさ、画面の見え方次第で最悪なこと起きそうだよね。いきなり出てくるとかさ、クリーパーね。ほら待ってるじゃんほら待ってるじゃん。はい、とりあえずね、マップがちゃんと開放されてるから楽といえば楽なんだけど。え、何これ、暴速。宝も出てこなかったね。はい、さあコインゲット。ちなみに今コインは269、めっちゃ集まるじゃん。うん、楽勝。こんなもんか。ダッシュ欲しいね。こっち行って、はいはい、雑魚敵がエメラルドとしてくれた時はほんとラッキーみたいな感じだね。はい、はい、あ、お宝もそこあるね。あれ、そっちは裏から行く感じかな。うん、そうだね。いや、こうではない。
いや、なんかつながってる感じもするね。あ、うん、隠しだ隠し。へえ、よくできてるじゃん。いやー、マジか。4、あー7だもんな。そっか、意外と出てこないな、いいのがね。さあ、こっちいいね、ヒューズ爆弾がいい仕事してる。いいよいいよ、すごい。ちょっと強い。あれ、なんもない。広いだけだったね。で、こっちはいいね。矢が300ってさもう売ってくださいと言わんばかりの。売ってくださいだよね、これはね。あー、いいね、上がる。よしよし。んー、あれ、回収、回収って何？あー、そういうことね。じゃね、これ回収して、これだけちょっと気になるけどな。あ、さらに奥を目指そう。見て、意外と早い。そっかー、やっぱあれか、スキル系になるんだろうな、このゲームはね。いい武器をいくら見つけれるかっていうかね。ほらほら弱いのー、弱っちいの。これでいいのか。まあでも思ったより一つの面がボリュームあるんだね。あー、そんなに強くないんだ、しかも。ちょっと残念だね。あれ、もういないよね。と、さらに進んで。まあ脱出するだけか。そうか。まあこういう感じなんだね。待て、聞いてないぞ。ピーチランド。録音が変なところ向くね。やば。これで、オッケーだね。よし。村人たちは邪悪な村人から解放され、君に感謝している。いいね、いいボリュームだね。はいはい、97%、あ、100%じゃないんだ。さあ、何が出るでしょうか。骨付き肉。遠吠えが聞こえてくる。あ、バッテリー。ああ。こっち系ね。スケル系なんだね。これ使ってみよっか。せっかくだし。
とは。17から26。弱いもんね。B。おお。ついてきてくれるんだ。釣りね。あ、お宝がある。あー、なるほど。クエストクリアするとっていうところか。え？何これ？あー、自分で選べるってことか。でも、村人、あれ？こんな少なかったっけ？助けた。まあ、そんなもんか。よいしょ。確か。ここは何？ここまた誰かいるんだろうね、本当はね。そしたら、まあ、今回不気味な洞窟クリアっていう感じかな？だよね、今これしたもんね。ああ、難易度加減がこう出てくるんだ、上がると。次、次回はクリーパーの森だね。はい。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。まあ、こんな感じでのんびりしていこうかなと思います。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。今後の励みになりますので。頑張ろう。ということで、また次回お会いしましょう。それじゃあ、またねー。